どうも、おはようございます。即果塾の久保です。今日もね、FX の相場解説行ってみましょうか。5月23日の朝6時でございます。FX オリガルヒと即果塾限定動画の皆様にお送りします。まずデイリーなんですけども、デイリーで特徴的なところはね、W が見えてるところですよね。W が変が強いっていうことなんですけども、ネックラインを超えるかどうかってところをずっと見ていました。とりあえずはネックラインを超えたんじゃないですか 超えてあと下ひげが出てますんでこれからも上昇傾向にあるかなというふうな判断ができますこれが冷やしの動きですねまあ付け加えない移動平均線が上に向かって開きつつありますんでこれは上昇することを、まあ、まさにね担保してるんじゃないかなと言えますさあ4時間の方ですけれども4時間どうでしょうか4時間ねえー、まあここは超えてますよねネックラインはね超えているんですがここ N を書いてこう N を書いてね 抜けるかどうかっていうところが今問われているところですよね。まあ、あの、抜けるんじゃないかなと思います。まあ、抜けるんじゃないかなと思っても、レンジが継続するかもしれませんので、なんとも言いませんけどもね。もうちょっと様子を見ないといけないところです。ちなみに昨日は結構稼げましたね。昨日から今日にかけて、えー、レンジオプションが2つ組めました。ここ。まあ、あもうヒゲ先で言うとここですかね。それから、レンジ内レンジではないですけども、途中のポイントがここで、 上と下に分かれる2つのレンジがここに存在することが見えていたわけなんですが昨日の時点ではここから入ってねこういった利益ポイントがありましたでここではもしかしたらロスカットを食らったかもしれませんけどその代わり上のフェーズに変わってここからここまでが利益を取るポイントってことになってたわけなんですよね、まあ、ですので今はセルでポジションを持ってるところかなというところでございますで加えて もしね、これが上に抜けて、このネックラインを越えていくようでしたら、今度は、倍でブレイクアウトっていう、うまあ、作戦が練れますんで、二段構えでいけばいいんじゃないですかね。まあ、これはいつものことなんですけども、レンジジャンオプションとブレイクアウトっていうのは、あの、もう本当にね、えー、二味一体ですからね、表裏一体というよりも。レンジオプションがあるってことは、ブレイクアウトが、いつでも起きるんで、このあたりでのエントリーっていうのはね、えー、結構、神経ピリピリ状態でございますけども、 同時に面白いところだとも言えます。さあ本日も上のレンジオプションですね。ここを使いながらブレイクアウトも上の方向に警戒していくっていう形でやっていきましょう。えそれではお疲れ様です。